どうもヨッシーと申します。よろしくお願いします。今回の動画なんですが、アリエクスプレスで見つけた激安ポータブル外付けハードディスクを購入したので、それの開封と動作確認を行っていきたいと思います。購入したのは 500GB で、金額が1675円でした。ユニオンサインというメーカー名で、外付けハードディスク関連の製品をいくつも出している会社です。 Amazon で検索してみたところ、同メーカーの外付けポータブルハードディスクが販売されてました。今回購入したものと違う型番みたいですね。ちょっと薄型です。過去に私、海外の某 EC サイトで購入した容量偽装のポータブル外付けハードディスクを取り上げた動画を出しているんですが、これも詐欺ってんのかと気になったので買ったっていうのも理由ですね。ただ容量偽装ってもっと大胆なんですよね。最近調べてみたんですが、 128TB で2500円とか、未来からの贈り物かよっていうぐらい大容量が破格の値段で売ってるんですよね。 500GB だと謙虚すぎるんですよね。ただ共通点もあって、例えば詐欺ってるポータブルハードディスクだと 60TB と 128TB で容量が2倍以上違うんですが、金額が200円しか変わらないんですよね。今回の商品は 250GB も販売されてるんですが、金額が1362円で、容量が2倍違うのに金額が300円しか変わらないっていう、これなら普通に 500GB 買うだろうって感じですからね。ちなみに 1TB も販売してるんですが、3559円でした。 500GB を2つ買った方が安い計算なので、コスパを考えると 500GB を買うのが一番いいです。これがちゃんと使えるか気になりますよね。それでは開封と動作確認を行っていきましょう。届いた箱を見ただけで、もう容量偽装品ではないということが一目で分かりました。容量詐欺品の特徴として、箱やパッケージにメーカー名と容量の記載がないことがあります。白い箱にポータブル HDD としか書いてないパッケージだったりします。そういうものに比べるとかなり箱がしっかりしています。これで詐欺商品だったら疑心暗鬼になります。もう何も信じれないです。ユニオンサインは中国メーカーなんですが、基本的にパッケージは英語で書かれています。付属品として USB3.0 のケーブルと説明書が入ってます。説明書には日本語のページもあります。プレステ4、XBOX、テレビ録画、その他パソコンや Android 製品で使うための手順が書いてあります。本体の外観はプラスチックが使われてるみたいで、それほど重くはないです。見た目もシックな色とデザインで、安っぽさは感じないですね。それではパソコンに接続していろいろ調べていきましょう。まずはプロパティから容量の確認です。実際に使用できるのは 465GB みたいですね。一応大丈夫だとは思うんですが、容量偽装を暴くソフトで 465GB 書き込めるかやってみましょう。結果はこちらになります。この部分が赤く表示されたら容量詐欺確定なんですが、今回は問題なかったみたいです。続いてクリスタルディスクマークをやってみます。まあハードディスクですからね、そんなに早くはないです。ちなみになんですが、使用量が 0% の時に測定した速度になります。なのでこれから書き込んだり削除したり、また書き込んだり、いろいろこうしていくうちにどんどん速度は下がってきます。ちなみに 90% 以上を容量を使用している状態で測定したものがこちらになります。速度は半分ぐらいになってしまいましたね。私は YouTube に公開した動画の素材なんかを保存するデータ保管庫として使うつもりです。なので毎日頻繁に読み書きをする用途で使用するのではないので、速度はあまり気にしないです。低価格で大容量っていうのが重要です。頻繁に使用する用途で使うのであれば、外付け SSD の方が良いと思います。その方がストレスはないです。ついでにクリスタルディスクインフォを見てみましょう。使用時間が23時間とありますが、23時間使った心当たりがあるので、これは問題ないです。しっかり新品だというのがわかります。ということで、
500GB のポータブルハードディスクの開封と動作確認を行ってきました。詐欺ってなくてしっかりしたもので良かったです。ハードディスクなので速度はあんまり出ないんですが、大容量で低価格っていうのが私はいいなと思いました。詐欺ってるかもって疑ってしまってすみません。ちなみに味を占めて 1TB の方も購入してみました。こちらももちろん普通に使えて詐欺ってなかったですね。一応概要欄にリンクを貼っておきますので、欲しい方は購入してみてはいかがでしょうか。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ではまた。